こんにちは。ハッピーキャットクリニックへようこそ。私はジョジョと申します。今日の診察を行います。かわいい猫だね。怖がらないで、あなたに傷つけないよ。単純にあなたの耳、口を検査したいのです。またあなたの飼い主さんから聞いた話なんだけど、最近体調が悪くなってるね。原因を少し調査したいです。では開けてもいい？ふわふわで目がまん丸だね。ではこっちに来て。はい、では飼い主さんが提出してくれた問診票から見れば、あなたは2歳ですね。猫の成長スピードで、あなたはティーネイジャーですね。まだ結構若い。はい、まず一回歯をむき出していただけますか。はい、大きく笑って。はい、少し唇を持ち上げて、いい子にしてもがかないでもらえるか。ありがとうございます。ではまず右側の目を指で広くして、最後に指をあなたの目に近づけて自律神経を確認する。はい、はい、異常はない。いい子だね。あなたを慣れていい？
いえ、恥ずかしいことはないよ。猫は自分の耳を掃除できるわけがなくて、汚れるのは当然なことだね。耳を木綿で洗うよ。木綿を取って。もう一度じっとして、少し変な感じになるかもしれないけれど、できるだけ動かないように頑張ってくれる。はい、前よりいいね。水が少し残ってるので、この道具で残ってる水を取る。おー、綺麗になってるね。あなたが緊張しているのがわかるけれど、できるだけリラックスして、ゆっくりとゆっくりと呼吸してほしい。そうしてくれる。ありがとうございます。はい、では聞くよ。異常はない。よかったね。心臓は強い。はい、もう強そうです。はい、ここで普通な検査が終わるけれど、飼い主さんの心配での少し確認したいと思う。最近あなたは行動がいつもと違って、ように見えるということです。なんかあった？体調が悪いの？もしかしたらストレスが溜まってるか。体は異常がないので、精神的な問題じゃないかと思う。飼い主さんは猫はそういうことに敏感だからね。してない？新しい人か、あなたの家に入居してますか、最近？してない？住んでる環境が変わってるか、なんか変化点があるか。あ、新しい隣人がいるの？子供たちもいるか？子供たちはいつも大声で叫んだり騒いだりしてうるさいの。猫はそういうことにも敏感だ。
そういうことか。まあ、子供はうるさいものでしょうがない。しかし、ストレスを解消できる薬はあるよ。少し紹介していいか？はい。はい。これは、フルワックスティン。抗うつ剤として開発されたけれど、猫にも効果があると分かってる。リラックスしてストレスを解消できるような効果です。また薬そのものはこのおいしいスナックの中に入ってるよ。美味しそう。飼い主さんに飼ってもらいましょうか。はい、そうします。もう一個の薬を紹介したいと思います。これも紹介したいです。急性強いので、この取扱い注意のラベルがついてるね。たった 0.5ml を飲むとすぐにリラックスして寝れるよ。これも飼い主さんに買ってもらいましょう。数時間になってるよ。はい、今日私と時間を過ごしてくれて誠にありがとうございます。超かわいいよね、あなた。